そうだからあのイメージはサザエさんのオープニングの一番最後にこうねバカって出てくるタマタマをやってるよね。こんな感じでやってるじゃないか。今日は、ちょっと久々にまたあのアフリカンダンスをちょっと一つやってみようと思うんですが、テリーっていうステップ、テリー、言って、そう、テリー。やり方ね、まずね一番難しいんですけど、この膝なんですよね。あのつま先立ちで、であのね両方こう行くイメージなんだけど。膝が例えばこっち向いてるとこっちは曲がるんだけどこっちって曲がらないので、まあ、ちょっとこう腰を寄せるような感じ。1,2,3,4 こういう感じ。1,2,3,4 あのね実際のこのアフリカの方のテリを踊ってらっしゃる方の動きを見るとあのどっちかの足はすごい上がってて、こっちはちょっとこう腰が入ってるくらいだったんですよ。結構速いテンポで踊るダンスなので。なので、例えば45度に両膝をこう向けた状態で、1、2、3、4、5、6、7、8みたいな感じ。で、まあ、なるべく本当にこう、一回でかかとを上げるような感じ。でちょっと足辛いんですけど、足は 今のでいいんですが、あのね、間違って膝を落とすじゃないんですよ。どっちかというとね、イメージは上に持ち上げるイメージ。ふっと。こうするんじゃなくて、上って感じ、イメージは。ここだけ注意してください。で、膝が曲がる。反対にパンチをします。あの胸の辺からパンチ戻してパンチ、こういう動き。すごいやりにくいんですけど、そうだからあのイメージはサザエさんのオープニングの一番最後にこうねバカって出てくるタマタマをやってるよね。こんな感じでやってるじゃないか。であとは最後は右手を頭の上にこうくっつける。くっつけないともこの辺でもいいんだけど、そうこんな感じで。で、シングル、シングル、ダブルの連続で、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。手ね、どうしてもね、やってるうちにこう、肘が下がってきちゃうんで、頑張ってこう上げて、1、2、3、4、5、6、7、8。見てて分かると何もかっこよくないでしょ別に。多分こんなの覚える価値もないかもしれないけど一応まあ紹介。じゃあちょっと後ろ向きで。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあサクッと音でやって終わりにしようと思います。そんなね別に使ってみようとは思わないかもしれないけど、ちょっとねこれ実際あのアメリカの方で黒人さんが結構使ってたのでちょっと紹介してみました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録、あと通知が来るようにベルマークオンに設定お願いいたします。アフリカンダンスで今アメリカの方でちょっと流行ってるテリというステップの紹介でございました。ご視聴ありがとうございます。